皆さんこんにちは、源です。バリ暑いっすね。夏のテントの中はサウナ状態かと思います。今回紹介するテントは夏におすすめのテントです。なぜ夏におすすめなのかというと、この2つのテントのフライシートは熱を反射する素材でできているからです。一つはフィールドワーというメーカーのテント、こっちはコールマンのテントです。今回はどちらとも一人用のテントなんですけれども、同じ素材や技術を使った、2人から3人用だったりファミリーテントだったりティピーテント型というのもあるので、夏用のテントで複数人用のテントを探している方も参考になるかと思います。ということで今回紹介するテントはこちら、ででん、フィールドワーのフィールドキャンプドーム100とコールマンのクイックアップドーム S プラスです。ということで早速テントの方を詳しく見ていきましょう。まずはフィールドワーの方から詳しく見ていきます。このテントの特徴は、1、シルバーコーティングが施されており温度上昇を抑えることができる、しかも日本で検査をしておりとても信頼できること、2つ、一人用テントなのに必要最低限の機能が全てついていること、3つ、ポールがあれば全室を作ることができること、4つ、自立式なので芝生の上だけでなくどこでも設置可能なこと、5つ、インナーテントはメッシュではないのでインナーテントだけで使用してもプライバシーが確保されています。収納時の大きさは直径15センチ、横40センチと一人用のテントではごく一般的な大きさです。付属品すべて含めた時の重さは 2.2kg と、遮熱加工が施されているのにもかかわらず重くなく、むしろ一人用テントの中では軽い印象です。付属品はメインのポールが2本とペグが13本とロープが4本、そして日本語の詳しい取扱説明書が付属していました。ちなみにフィールドドアというメーカーは日本のメーカーなので、変な日本語もなく保証も1年間あるので何かあった時も安心だと思います。このテントはポール2本をクロスさせて組み立てるごく一般的なもので、ポールとテントの接続もフックなので組み立てがものすごく簡単で、ものの数分で組み立てることができると思います。フライシートをかければ完成です。フライシートはこのようにゴムで接続します。ペグを打ち込める場所は赤い点の9箇所、ロープは青い点の4箇所に取り付けることができます。このテントには UV カット、シルバーコーティングが施されています。メーカーの測定によると、シルバーコーティングされてないテントは 31.3 度に対し、コーティングされているテントは 27.2 度と最大で 4.1 度の差があったそうです。この試験はライトグレーでの試験結果と書いてあります。フィールドワーに直接連絡して、色によって試験結果は変わるのですかと聞いたところ、色による温度変化に大差はないとのお返事をいただきました。外見を見ていきましょう。テントの側部には2箇所通気口があります。中の板を立てることによって通気口になります。正面の扉を開けてみます。僕はよくある観音開きの扉よりもこのタイプの方が全室を広く使うことができるので好きです。開けた扉はくるくる巻きにして上に固定することができます。次にインナーテントを開けてみます。インナーテントの扉は少し変わった形をしており、入り口を狭くせず大きく使えるような工夫がされています。インナーテントの扉はくるくる巻きにするのではなく、扉の横にあるメッシュのところに入れます。これにより簡単に出し入れすることができるので、とてもいいアイデアだと思います。ちなみにインナーテントには網戸もついています。網戸は下に固定します。テントの内部を見てみましょう。テントの両端に小物を入れる収納袋がついています。またテントの上部にランタンをかけるフックがついています。その横にはファスナーがついており、これを開けることによって通気口になります。テントの各部の大きさは100cm、200cm、77cm、100cm、55cm、105cm です。全室には十分な広さがあり、雨が降っていても室内で調理することができると思います。このテントの全室はポールを使えば屋根にすることができます。地上からの高さが 115cm のポールを使えばこのようになります。 153cm だとこのようになるので 120cm 前後のポールでちょうどいいかなと思います。耐水圧についてです。耐水圧は 2000mm 以上となっています。この数字はメーカーが適当に謳っているものではなく、日本工業規格の JIS 規格に準拠した耐水圧試験でとても信頼できる数字です。生地が水を弾いているのがわかると思います。また各縫い目には防水のシームテープ加工が施されており、縫い目から水が入ってこないようになっています。素人の採寸ですが、バスタブの高さは約15センチでした。今回は夏におすすめするテントの一つとして紹介していますが、この安さと機能性、そしてコンパクトさから日本一周におすすめするテントの一つとしても今後ご紹介する予定です。今回紹介したのは一人用のライトグレーです。で、続けてコールマンの方のテントも紹介していきたいと思います。
今回紹介するコールマンのテントにはダークルームテクノロジーが搭載されています。今回紹介するテントはクイックアップドーム S プラスですが、このダークルームテクノロジーはコールマンのその他のテントにも搭載されているので、一人用ではなくファミリーキャンプで使いたい方はそちらの方をチェックしてみてください。購入先などの詳細は概要欄に書いています。このダークルームテクノロジーは3つのポイントがあります。1つ、光を遮るということ。2つ、日光を遮ることでテント内の温度上昇を抑えることができます。コールマンのホームページによると、ダークルームテクノロジー搭載のテントと通常のテントでは室内の温度差が最大で 13.5 度にもなったそうです。外気温マイナス 13.5 度ではないので注意してください。3つ、 UV もブロックしてくれます。さっきのフィールドドアのテントは温度上昇を抑えることができ UV もブロックしてくれますが、光を遮ることまではできません。このコールマンのテントは見ての通り真昼でも室内はこの暗さなので、いつでも快適に眠ることができると思います。ってことで今回はそんなダークルームテクノロジー搭載のテントの中から一人用のクイックアップドーム S プラスをご紹介いたします。このテントの特徴は1つ、ダークルームテクノロジー搭載ということ。2つ、袋から出せばすぐに使用可能ということ。3つ、自立式なので芝生の上だけでなくどこでも設置可能なこと。4つ、片付けも簡単で早いということです。これが組み立てる前の収納時のテントです。直径は60センチ、厚さが約4センチあります。小さいテントですが重さ 3.5kg とソロ用テントの中ではかなり重い重量です。この丸い形のテントは一見便利そうに見えて、バイクや自転車には積載しづらいので、バイクや自転車で使いたい方は購入前に積載方法を考えておく必要があります。ちなみにバイクの場合、タナックスのシートバッグに置くとこんな感じ、自分の背中に置くとこのようになります。積載方法を工夫する必要があると思います。早速袋から出してみます。組み立て方は簡単で、袋から出して広げれば勝手に組み上がります。組み立ては出すだけなので簡単ですが、収納は少し慣れが必要です。このテントの原理は車の窓に貼り付けるサンシェードのようなものなので、慣れれば数秒で折りたたみ可能です。フレシートをかければ完成です。ちなみに収納袋に折りたたみだけの説明書が縫い付けられていました。組み立ての説明書は別に入っていました。収納時は慣れが必要で、たまにしか使わない場合、片付け方は忘れてしまうと思います。またなくしやすい説明書ですが、収納だけの説明書は袋に縫い付けられており、なくすことがないのでよく考えて作ってあるなぁと思います。ちなみに付属品はペグが13本とロープが5本のみです。ペグを打ち込む場所は赤い点の8箇所、ロープは青い点の5箇所取り付けることができます。テントの外見を見ていきます。正面に通気口があります。中に入っている板を接続することで通気口になります。通気口はテントの裏側にもあります。このテントの入り口は正面のみです。扉を開けてみます。開けた扉はくるくる巻きにして左側に固定できます。インナーテントの扉を開けてみます。インナーテントの扉は少し変わった形をしており、ファスナーが3つあります。1つは縦方向に、他の2つは左右に開けることができます。インナーテントの扉には小さい面積ですが網戸もついています。網戸は開けて横に固定することができます。正面の扉のこちら側はこのようにくるくる巻きでまくることもできます。テントの中を見てみましょう。撮影時は日中だったんですけれども、ダークルームテクノロジー搭載なのでご覧の通り光が入ってきていません。朝日だったり車のライトなどが入ってきづらいので、いつでも快眠できると思います。しかし荷物を探すときや本を読むときなど、時によっては暗いことがデメリットになることもあります。そんな時は天井に天窓がついているので、開けることで外の光を取り入れることができます。テントの上部には天窓がついています。またテントの左右に換気用の通気口があります。テントの奥にも通気口があり、合計で3つの通気口があります。テントの中はこのようになっています。天窓を開ける前と開けた後を比較すると明るさが違うのがよくわかると思います。テントの上部にはランタンをかけるフックがついています。各部の大きさは115センチ、205センチ、95センチです。一人用のテントなので人一人が横になれる程度しかありません。全室の奥行きは約55センチあります。フライシートを締め切ってもこのくらいのスペースがあります。耐水圧はフライシートが3000ミリ、床が1500ミリとなっています。
フライシートに水をかけると弾いているのがわかると思います。床側の耐水圧は 1500mm なので、数字だけで見ると水たまりになるようなところで使うのは不安ですが、フラットな場所での大雨程度ならまず問題ないと思います。このテントのインナーテントにはバスタブのようなものがついていません。壁と床が一体化しているので、どこからどこまでが床なのか分かりづらくなっています。黒い部分と灰色の部分は一緒の素材のように見えます。インナーテントの生地全てが床の黒い部分と同じ素材だと思います。床の耐水圧は 1500mm となっています。フライシートはもちろん、床の縫い目にも防水のシームテープ加工が施されています。このダークルームテクノロジー搭載のテントは、福岡でアウトドアデイジャパンというイベントがあった時に初めて実物を見て触ってみたんですけれども、真昼にもかかわらずテントの中は暗く、しかし天窓などもあり使いやすい印象を受けました。ダークルームテクノロジー搭載のテントは一人用だけでなく、いくつか種類があります。その他の大きさのものの購入先も概要欄に貼っているので、気になった方はぜひチェックしてみてください。ほいってことでいかがだったでしょうか。フィールドワーのフィールドキャンプドーム100とコールマンのクイックアップドーム S プラスの紹介でした。ってことでモロケンのフリートークなんですけれども、皆さんご存知の通り、私モロケンはですね、熊本県天草市で、現在ゲストハウスを作っております。でゲストハウスを DIY にて改修中なんですけれども、まあ家をね一つ丸々自分たちで改修してるんですけども、家の中でテント生活なんですよ。僕はですね、今家の中でこのコールマンの方のテントで寝てるんですけれども、このコールマンのテントの中にいるとね、いつが朝なのか分かんないんですよ。ってぐらいその日光を遮ってくれるんで、ずっと寝ちゃうっていう欠点がある。こっちの方は本当に今が一体いつ何時なのかが分かんなくなるんで、本当に快眠ねできるっちゃできますね。まあ本当快眠はもう完璧ですね。もう本当快眠したいのであればもうこっちは完璧ですね。でただ僕は旅人なんですけれども、こっちのコールマンの方はまあちょっと丸っこいんでね、そこだけがちょっとこうなんかなんていうかメリットでありデメリットであるっていう感じなんですけれども、まあ、うまく積載バイクとか自転車にうまく積載できたら、これほどいい、旅用テントとかもないんじゃないかなと思います。でフィールドワーの方なんですけども、まずなんて言ったってコスパがいいですね。まあ今まで僕が日本一周でおすすめしていたテント、まあ、ネイチャーハイクっていうメーカーのテントがあるんですけども、とまあ大体同じぐらいの値段かな、8000円とかぐらいなんで、ネイチャーハイクの方はまあいわゆる普通のテントで、まあ、軽いっていうのがね特徴だったんですけども、ネイチャーハイクの方はめちゃくちゃ軽くてめちゃくちゃちっちゃいんですけども、まあ、通気口がなかったりしていたんですけれども、まあ、こっちの方はまあ、通気口もあるし熱も反射するしっていう感じで、まあ、ほんとバランス型みたいな感じですね。ということでですね、今回夏におすすめするテントの紹介でした。冒頭にも述べた通り、今回動画で紹介しているのは一人用のテントなんですけれども、このダークルームテクノロジーを使った、大きめのテントもありますし、こっちのフィールドワーの方も、まあ、一人用だけじゃなくて3人用とか、4人用とか5人用とかいくつかの種類があるんで、購入先のリンクは概要欄っていう下の方に貼っているので、気になった方はぜひチェックしてみてください。ということで夏用のテントで快適なキャンプをお過ごしください。ではまた。